ハビエル・パストーレ、ハビエル・マティアス・パストーレ、ハビアー・マティアス・パストーレイ、1989年6月20日隊は、アルゼンチン・コルドバ出身のサッカー選手、セリエ A スローマ所属、アルゼンチン代表、ポジションはミッドフィールダー。地元コルドバにある CA タジェレスの下部組織で育ち、2007年に、リカルド・ガレカ監督の下で、トップチームデビューを果たしたが、 プリメーラビーナショナル2部に所属する同クラブでは5試合出場に止まった。2008年プリメーラディビション1部に昇格したばかりの CA ブラカンにレンタル移籍し5月24日の CA リーベルプレート戦でデビューしたクラウスーラ2009で飛躍的に成長しプレーメーカーとしての才能を惜しみなく発揮した一試合に得点を3回達成するなど 得点意識が高く、最終的に7得点3アシストを記録して、チーム内得点を握り、マティアスでフェデリコと共に最終節まで優勝を争った裏勘の柱であった。同シーズンのリーベルプレート戦でのプレーは特に称賛されている。25ヤードの距離から先制点となるミドルシュートを決め、さらに追加点も決めて4から0の勝利に導いた。裏勘が、 リーベルプレートに対して4点差をつけて勝利するのは60年異常ぶりであった。監督にはアルゼンチン代表でフアン,ン・ロマンリケルメの後を告げるのは彼しかいないと称賛され、2009年夏にはマンチェスターユナイテッド、FC、FC ポルト、AC ミラン、チェルシー FC などヨーロッパの多くのクラブから興味を示された。2009年7月11日、 イタリアの US チッタディパレルモと5年契約を結んだ。遺跡金は約470万ユーロ。8月15日のコッパイタリアでデビューし、8月22日には SSC ナポリ戦に先発出場してセリエデビューを果たした。10月4日のユベントス FC 戦で成長を遂げ、エディンソン・カバーニの得点をアシストして2から0で勝利を飾ると、 イタリアのすべてのウェブサイトと全国紙に名前が登場し、ワルテル・ゼンガ監督の下では途中出場がほとんどであったが、デディオロッシシ新監督は、ファブリツヨ・ミッコリとカバーニの背後にパストーレを据えるフォーメーションを採用し、後半戦は完全にレギュラーに定着した。2010年1月30日のエースバーリ戦で初得点を決め、2009から10シーズンは、 リーグ戦34試合に出場して UEFA ヨーロッパリーグ出場権獲得に貢献した。11月14日のカターニアとのシチリアダービーで自身初のハットトリックを達成した。このシーズンのセリエ A 最優秀若手選手賞を受賞。2010から11シーズンはリーグ戦で11得点5アシストを記録し、決勝に進出したコッパイタリア枠でに、 シーズン連続での UEFA、ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。7月30日、パレルモのマウリツィオ・ザンパリーニ会長はパリ・サンジェルマン FC への移籍で移籍金が合意に達したことを明らかにした。2011年8月6日、フランスのパリ・サンジェルマン FC 以下、PSG と表記がパストーレとの契約を公式に発表し、背番号は27に決まった。 この際に明らかにされた遺跡金は3980万ユーロであり4200万ユーロなどとも報道されたが第三者として選手の所有権を持つ代理人のマルセロ・シモニアンによれば代理人手数料が含まれているかいないかは定かでないが2150万ユーロしか支払われておらずパレルモは2280万ユーロしか支払っていないことをウェブサイトで公表している なお、PSG が公表している遺跡金が正しければ、2000年のニコラ・アネルカの例、3350万ユーロで、レアル・マドリードから PSG に遺跡を上回って、リーグアン史上最高額の遺跡金となる。フィグックはいかなるイタリアのクラブにも、第三者が選手の所有権を保持することを認めておらず、ザンパリーに会長自身が罪に問われる危険にさらされて、 いるにもかかわらず、ザンパリーニ会長は、法的手段の行使に動き始めた。移籍者年度の2011から12シーズンは9月11日のスタッドブレスト戦で移籍後初ゴールを決めると、その後は13ゴール6アシストと大型補強を行ったクラブを牽引し、8シーズンぶり2へと導いた。二千十二、十三、十二、十三、十三、十四、十四。 15、15、16とリーグ優勝に貢献。ズラカン・イブラヒモビッチの対談に伴い、2016から17シーズンから背番号を10番に変更。しかし、翌2017から18シーズンには FC バルセロナから加入したネイマールに背番号10を譲る意思を示し、自身は一昨年まで付けていた背番号27に戻すことになった。 2018年6月26日、セリエ a a スローマに移籍することが発表された。移籍金は2470万ユーロで、契約期間は5年間。背番号は PSG 時代と同じ27番。2009年に移籍した US チュッタディッパレルモで活躍し、12月、ディエゴ・マラドーナ監督によってアルゼンチン代表に初招集された。 12月22日に行われた非公式親善試合のカタルーニャ選抜戦に後半から出場して得点を挙げたが国際サッカー連盟に認められていない試合のため代表ギャップは記録されていない続いてドイツとの親善試合にも招集されたがこの試合では出場機会がなかった2010年5月25日カナダとの親善試合で公式にアルゼンチン代表デビューを果たした 2010年5月20日、FIFA ワールドカップに出場する代表メンバー23人に選出された。グループリーグ初戦のギリシャ戦では77分にセルフィオ・アグエロとの交代で途中出場し、その試合には2から0で勝利した。メキシコ戦では87分にマキシロドリゲスとの交代で途中出場し、その試合には3から1で勝利した。 2015年3月31日のエクアドルとの親善試合で代表初得点を挙げた。3 6 8 0 0 0 3 6 8 6 8 1 4四2コールスパンイコールに 72, 30, 33, 2, 43, 16, 3, 35, 7 2 6 3七3四3 3 1 7 2 4 3 1 6 1 7 3 3 5 7 3 7 2五5 1 4 0楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。